入ってって。私羽田空港に着きまして、早速カレーか、これはハヤシライス、ちょっと忘れましたが楽しんでおります。羽田空港から北海道に着きました。いつも私切符を買うのに迷うんですよ。こっちかな、ちょっとゆろゆろしながら、はい、矢印に向かって進んでみます。お願いします。はい、大通駅まで行きたいです。大通りはちょっと JR の駅ではちょっと行けないので、あとは札幌まで行ってから、はい、お一人ですか？一人です。はい、指定席と自由席あるんですけど、ご希望ありますか？着きました。結構外国人の方が多いです。チケット買ったので、札幌まで行ってきたいと思います。頑張ります。私が座ってる場所が自由席か指定席かがちょっとわからないんですよ。何も言われなかったので多分当たっていたと思います。そうこうしているうちに札幌駅に着きました。タクシーで結構並ぶんですね。はい、ということでやっとこさタクシーに乗りと思っていると、あらまあ、皆さん前をご覧ください。北海道キラキラしていましたの。コンビニ行ってきます。今7時15分でお腹すいた。まだ時差ボケでジェットラック、 and I woke up at 4 today so I've been awake for 3 hours。 はい、ってことでマスクをして、このマスクさ薬の匂いなんだけど、ちょっと怖いですな、寒いって。一応ねこれも持ってきたの。二重で着るとさやばいよね。どうすればいいんだろう。まあ行ってみましょう。外に出ました。初で、こんな感じ。あっちにねコンビニがあるんだよね。開いてるよね多分。あ、ひんやりするけど大丈夫かな。ここなんだろう、アイス屋さん。なんか私色とりどりで面白いなやだ、あまりね人いないですね、6時半だから。確かに寒いけど生きていける、よかった。心配してたの。見て、何ですかこれ。 What's this?鳥にあげる餌かな。あ、違う。うん、見てまだ雪が残ってるの。へえ。行かなきゃね滑っちゃうよ。ファミマ行きます。やばい、どうしよう、迷っちゃった。この距離で迷う人っている、やば、どうしよう。365度が分からなくなっちゃって、どこから来たっけ。私さっき撮ったビデオ見返してますなんてバカなの。 I'm so stupid、 I'm so stupid。 気をつけて気をつけて。もうやだ、向こう側から歩いてきて道も渡らなかったのに、渡っていないことを忘れていたという、朝から朝だからこそボケている始末でございます私コート2枚をね重ね着しようとかしてたのに、なんか皆さんコート1枚でいっぱいそうここ通ってきたのよね。ここなんだろうね、お花とか飾ってる、かわいい。ラウンジ&ステイ、あ、ホテルなのかな。はい、着きました。ここです私のホテル。この距離で迷うって恐ろしいや。ただいまです2分離れた1分離れたファミマで迷ってしまいました。どういうことでしょうか。そういう朝もありますよねはい、こんなに買っちゃうんだ。なんかねここに3日間ステイするので、冷蔵庫もあるのでそこにね保管とかしちゃってるルルンって感じです。
はい、ってことで買ったものを紹介します。まずはこれ、担々麺、辛いのかな、食べてみよう。あったかいうちがね、味噌ですから。あ、真っ黒ですね。はい、こんな感じです。いただきます。うん、美味しい。ちょっと辛いね。あ、ツンってくる。はい、でもう一つは普通の肉まん。あのさ、肉まんとか美味しいよね。大好き。いただきます。海外ではあまりないような香りですわ。うん、おっ、うん、このね、生地だけで美味しいもん。美味しいですな。はい、じゃじゃん、これも紹介してきます。まずね、おにぎり、イクラのおにぎり買いました。これはね、冷蔵庫に入れてて後でいただきます。で、青汁大好きですから、青汁に一応ね、あったかいコーヒーも買ったんだけど、後ほど出ていく、あの、どっか外に出るときにね、これ飲みながら行こうかなと思って。で、これもね、なんかね、プリンス風で牧場食べる、あ、違う、これ反対の読み方、食べる牧場スフレプリンですね。プリンになってて、上はケーキみたいにスポンジになってます。これも買ったんだ、バウムクーヘン、美味しいよね、ファミマのバウムクーヘン。で、あとはじゃがりこでしょ。寒いから、このマヌカの飴玉に納豆です。汗どっけ。はい、っていうことです。それでは私、いただきます。この後ね、YouTuber のクリスと、あとシャーラと一緒に雪祭りに行ってきます。初です、初の札幌、初の北海道なので、これからの経験が楽しみでございます。みんなね、まだ寝てるので、はい、私はちょっとね、腹ごしらじゃないね、これね、まあ朝食をいただいて、みんなとね、まあ後ほど合流したいと思います。 See you soon。美味しいシャラ。美味しい。優しいクリスさんです。後で。後で。Vlogger is being vlogged. Party to have fun, you see. I got different hobbies.羽田空港に着きました。今日はね、ちょっと時間が遅くて沖縄行きの便がないので、明日の朝の便で羽田空港から沖縄へ帰ります。にしてもこの神秘的な空気、はい、私はこれから羽田空港内にあるホテルに泊まってきます。初めてなので、実際にね、どういうものなのか気になります。お部屋にチェックインしました。うわー、これがお部屋から見える景色ですよ。あ、もう心が溶けそうです。の窓から滑走路が見えます。 Oh my god、 超良くない？海も見えますよ、向こう側に。昨日の夜はね、たくさんここに飛行機が止まってたんです。
素敵。こちらが空港の中のホテルでございます。ヤッホーはい、紹介します。部屋がこういう風になっていて、もうすごいね、クラシックです。綺麗で、また泊まりたいなっていう印象があるのですが、こちらがお風呂場ですね。すぐバスタブがあって、お手洗いがこちらにあります。洗面所もこんな感じで広いです。そのね、アメニティのシャンプーコンディショナーすごくいい香りでした。ちょちょちょ、ここはなんだろう、使ってないんですけども、あ、はい、コートとかかける場所ですね。スリッパもございます。テレビがあって、そしてこちらはベッドです。このね、私が今着ているこちらもガウンもついてます。これは私のお洋服です。これから着ていくものなんだけど、そう、広くてね、そしてそして私のお気に入りはこちらです。ブラインドを開けると飛行機が見えちゃうんです。って感じ、すごくない？いやー、最高。朝からこの景色ですよ。すごい嬉しい。もう飛行機が好きな方、空港が好きな方はもってこいのホーリープレイスではないでしょうか。ここでね、離着陸が見れたり、はい、もうね、最高。この景色で起きれるなんてね、なんて至福な一日でしょうか。インスタ映えにもなるでよ。はい、という感じでした。